オフィスシオン FM しきたりアカデミー。このコーナーでは家族葬専門葬儀社オフィスシオンがしきたりや葬にまつわる慣習やマナーをご紹介していきます。今回のシリーズは今は亡きあの人へ伝えたい言葉です。今は亡きあの人へ伝えたい言葉プロジェクトは、人と人の温かいつながりや人の優しい心を多くの人に伝えていこうとの思いからスタートしました。全国から寄せられたたくさんのお手紙の中から毎日1話ずつご紹介していきます。本日ご紹介させていただくのは、茨城県の66歳男性のお手紙です。亡き妻への初めての便り。夜打ち朝掛けの営業の日々、猛烈社員という言葉が生まれた時代、今思うと俺は典型的なそのような社員だったね。学卒営業員の多い中で、高卒で若く社会経験も少ない俺は、他の人より何倍も努力をしていたよ。それとお前とは社内結婚だったため、お前は俺の仕事内容をよく理解して応援励ましてくれたね。営業は数字が一番の世界、営業成績が人事評価を決める社会のため、俺は攻める人、お前は守る人の俺の生き方の良き理解者であったお前は、家事、子育て、そして会社勤めと一人三役をこなしていたね。子供に手がかからなくなると、旅行好きだったお前は日帰りバスツアーに出かけたな。参加者の中にはご夫婦の人たちも多くいたらしく、俺を何度か誘ったよな。また子供たちが大学で仙台にいた頃、子供の案内で東北の旅に出かけていたな。あの頃の俺は会社の関係でお前と旅行する精神的余裕がなく、いろいろ理由をつけて断ったよな。そんな時、同じ年生まれの俺たちは定年退職後の話をしたね。主に旅行の話が多かったね。越中小原風の盆、新婚旅行に行った絶景の三陸海岸、下北半島、行きたかった大阪、神戸、京都の旅の話を。それらの夢を糧に会社勤めをしていた頃だったね。お前が会社の毎年の検診で肺要観察を指摘されたのは、総合病院に再検査通院していたが、年々変わりゆく容態に疑問を抱き、俺が入院経験のあった病院をセカンドオピニオン診察にと同行したよな。そこで間質性肺炎と病名が診断されたのは、検診で指摘されてから9年を過ぎていたね。娘がインターネットで入手した文面で、その時初めて難病と認識したね。主治医の説明で治験の話を聞き、わずかな望みを治験に頼り、お前は片道40分の治験のため運転通院したね。月を重ねるうちに自力通院も難しくなり、家族の付き添い治験通院、微熱から高熱の繰り返しで入退院を繰り返したよな。点滴の生活で付き添う俺は、お前を励ますために定年退職後の楽しみの旅行の話をしたよね。入退院を繰り返していて1年2ヶ月後、危険な状態との連絡で子供たちと駆けつけた。主治医から延命治療是非の判断を求められるが、俺も子供たちも判断できず、お前の判断に委ねたよね。人工呼吸器の気管内挿管、挿入の時の苦しみ、苦しんだよな。その後、麻酔、栄養剤の点滴、痰の吸引、わずかに意識があるようだけれど話ができない状態。付き添いができない俺に代わって娘は会社を辞めて病院に通い、夜は俺が代わったよ。ベッドの枕元の椅子に腰掛け、わずかな意識があるものの話ができないお前に手を握り話しかけたよね。
勤めが終わったらお前が行きたいと言っていた二人旅の話をし、かすかに動く指先にお前の喜びと懸命に行きたい努力を感じたよ。退職後の旅行費用にと40歳代に植えた梅と銀杏の実の収穫で、お前が旅立って2年目頃から思い描いていた旅に、お前からのプレゼントである思い出の品、携帯洗面用具を持って出かけているよ。越中小原風の盆、新婚旅行に行った三陸海岸、浄土ヶ浜、またお前の思いを知りたくて出かけた下北半島の恐れ山、仏ヶ浦の旅、そして大阪、神戸、京都とお前との思いの地に行けたから満足しているよ。今年はお前が旅立ってから7回忌に当たるから、東京スカイツリーと特急スペーシアで行く鬼怒川温泉の旅のチケットを取ったよ。思い出の品とありし日のお前の写真をスマートフォンに転写したから連れて行ってあげるからね。本日の内容はオフィスシオンのホームページでもご覧いただくことができます。また本日ご紹介したお手紙が収められている本、今は亡きあの人へ伝えたい言葉3/2012年版をプレゼントさせていただきます。そして皆様からの質問やご意見、ご感想も募集しています。本ご希望の方、またはご感想ご質問などは、住所氏名をお書きの上、メールアドレスは info@nara.fm info@nara.fm、 ファックス番号は0742248422、0742248422。郵便は郵便番号 630-8334、 奈良市西野新屋町43、奈良 .fm オフィスシオンの係まで。お問い合わせは 0742248415、 0742248415、 奈良 .fm へ。オフィスシオン FM しきたりアカデミー、このコーナーは家族葬専門葬儀社オフィスシオンがお送りいたしました。